塩郷ダム。塩郷ダムは、静岡県榛原郡川根本町、旧中川根町塩里と、久野脇地崎、一級水系大井川本川中流部に建設された河川施設である。正式名称は、塩郷堰堤。塩郷ダムは、堤鉱山。2メートルの水力発電用取水ダムである。一般的には、塩郷ダムと呼ばれているが、河川法上における、ダムの定義である 15.0 メートルに満たないため、堰として扱われる。大井川水系の水力発電計画において、最下流に建設された川口発電所、認可出力 58,000kW へ発電用水を送水するために、大井川本流を堰止めて1958年、昭和33年に着工され、1961年、昭和36年に完成した。塩郷ダムで取水された用水は、下流の島田市川根町で、大井川に合流する、笹間川に建設された、笹間川ダム湖へ送水され、ダム湖で一旦貯水された後再度トンネルで、川口発電所へ送水され、発電される。下流には、東海パルプ、現、特殊東海製紙所有の地名発電所及び、笹間渡る発電所があったが、東ダム建設により運転できなくなることから、代替施設の赤松発電所、当初最大出力 6000kW、現在最大出力 6310kW、島田市愛賀が中部電力によって建設され、地名、笹間渡ると交換という形が取られた。川口発電所よりも下流にある赤松発電所は大井川用水を用いている。大井川は1928年、昭和3年最上流部に田代ダムが建設されたのを、皮切りに、塩郷ダム完成まで数多くのダムが建設された。特に戦後は、井川ダムなどの大規模な発電専用ダムが建設されたが、大井川の水を余すことなく有効に利用するため、発電所間をトンネルで結んで、合理的な水利用を行った。井川ダムより放流された水は直下流にある奥泉ダムで取水され、大井川ダム湖畔の奥泉発電所、認可出力 87,000kW で発電された後、放流されるが直ちに大井川ダムで取水され、寸又川ダム、寸又川へ放流され大井川発電所、認可出力 68,200kW で再度発電される。発電された水はトンネルより横沢川第二ダム、横沢川を経て、境川ダム、境川へ送られ、久野脇発電所、認可出力 32,000kW で発電されて、今一度放流される。放流された水は今度は、塩郷ダムで取水され、トンネルを通じて笹間川ダムへ送水された後、再度トンネルを経て、川口発電所に至り、発電された後に放流される。こうして、奥泉ダムより、川口発電所に至るまでの区間、大井川の水は、毎秒60から80トンが取水され各発電所で発電される。この発電所群による、常時総出力は 106,700kW と、大井川水系のすべての常時出力、227800kW の半分を占め、一大電源開発地帯となった。さらに川口発電所より放流された水は、直下にある川口取水口で再度取水され、大井川水管橋を経由して、島田市神座で大井川両岸の農地に送水される、大井川用水の水源にもなっており、毎秒約40トンの水が、島田市、藤枝市、掛川市、袋井市などへ送水される。塩郷ダムは1961年に完成したが、完成直後から、下流の大井川は完全に流水が途絶した。この大井川の瀬切れに対して、川根町、本川根町、中川根町、当時の住民と静岡県は事業者ある中部電力に対して大井川の正常な流量復活を求めて住民運動を起こした。大井川水改正運動である。大井川の下水は水力発電と農業用水という異なる用途に連携して利用されたが、この高度な水利用によって、大井川は致命的とも言える環境への影響、流水の枯渇を生じた。下水の大部分は山中を通じるトンネルの中を流れ、本来流れるべき河原に帰ることはほとんどなかった。かつては箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川と謳われ、往時の平均水深約76センチメートルという記録が残っていた大井川は、塩郷ダムの完成に伴いダム地点から下流約 20km 区間渡り、無水区間となった。塩郷ダム付近は、通称、宇山の七曲りと呼ばれる大蛇行区間であり、水量が豊富な時期は豪快な流れを見ることができた。だが、下水が途絶したことで、あるのは、荒涼とした河原のみであり、さながら砂漠であった。下水の途絶は、かつて鮎やウグイといった豊富な水産資源に、壊滅的打撃を与え、淵は、藻類の異常反応によって、悪臭を放ち、流砂サイクルが、下水の途絶によって中断したことで、川口部の砂州が後退して、駿河湾の海岸浸食へとつながっていった。見るも無残な姿となった大井川を、元の水量豊富な大井川へ戻すため、次第に、流域の住民たちはダムより取水している水を、大井川へ戻すように、河川管理者である、静岡県やダム、発電所を管する中部電力へ訴えた。静岡県は、川根町、本川根町、中川根町3町の市長、町議会、住民より要請を受け、1975年、昭和50年に期限更新となる中部電力の大井川発電用水利権の一部、開始、毎秒2トンの放流を求めるべく、中部電力と交渉を行った。だが、静岡県の要請に対し中部電力は返還を拒絶した。電力会社にとって水力発電に使用する水は資産である。水利権を返還し、取水量を減らすことは発電能力の減衰につながり、発電能力の減衰は電力供給の減少となり、最終的に経常利益の減収に至る。電力会社という公企業といえど、利潤を追求する以上、売上減少に結びつく行為は容認できなかった。こうして1975年の水利権返還交渉は暫定的な放流について合意されたが、全体的には不調に終わり、その後も大井川の枯渇状態が改まることはなかった。一向に改まらない大井川の枯渇に対し住民の不満は高まり、河川維持放流を目的に持つ多目的ダムである長島ダムの建設に対しても懐疑的な目を向けた。そして次回の水利権更新年である1989年、平成元年が近づくにつれて、流域の川根町、本川根町、中川根町では、水利権の一部返還に向けた活発な動きが表面化していった。1986年、昭和61年、流域の3町は、川根地域振興協議会を結成し、水利権返還についての具体的対策について、討議を行い、河川管理者である建設省、現国土交通省や静岡県に対し大井川流域、保全に関する陳情書を提出。塩郷ダムから毎秒5トンの放流を要求した。1987年、昭和62年になると、動きはさらに活発化。1月に3町の住民800名が集合し、大井川環境改善決大会を開催して、中部電力に対し返還に対する強硬な意思を示した。さらに3月に入ると水利権交渉が開始されたが、塩郷ダム直下に住民350人が集結、水の一文字を作って、ダムからの放流、大井川の流水復活要求を強烈にアピールした。これを見た中部電力は、配電区域である、大井川流域との摩擦を回避するため、同月静岡県との水利権交渉において、水利権の一部返還に合意した。具体的には、大井川ダムより、毎秒 1.5 トン、須又川流域のダム群により、毎秒 0.6 から 0.7 トンを放流、塩郷ダムにおいて、毎秒3トンを放流することで合意しただちに、放流を開始した。これにより、塩郷ダム完成より26年ぶりに大井川の流水が復活した。だが、毎秒5トンの要求には遠く、12月協議会は当時の斉藤茂義静岡県知事に対し5トンの放流を求める要望書を引き下げした。水利権更新年の1989年に入ると住民の動きは一層活発化。2月には大井川河川敷広場において住民ら1000人が集まり、放流量5トン、水利権更新期間10年に短縮を求め決起大会が割れた。斉藤知事は建設省と中部電力の水利権更新交渉に積極的に介入し、住民の意思を反映させるよう伝えた。この結果中部電力は大井川の水利権一部返還の意思を表明した。具体的には通年で毎秒3トン、農繁期4月から9月で毎秒5トンを放流し流域の求める水量の放流を受け入れた。ただし水利権更新期間については10年更新の要求に対し30年更新を要望。静岡県や流域自治体もこれに同意した。こうして流域自治体、住民の悲願であった毎秒5トンの塩郷ダムからの放流が農繁期ではあるが実現し、28年目にして大井川に流れが蘇った。流水復活に尽力した斉藤知事はこの時の心境を大川5トンの流れ照り生えて大いなる川蘇りたりという短歌に託した。この短歌は協議会によって石碑として建立され、現在静岡県道77号川根、須俣峡線沿いにある大井川親水公園内に安置されている。この大井川水返せ運動が河川行政に与えた影響は少なくなく、同様な流水枯渇に悩む信濃川や手っ取川など、全国各地の河川流域においても、流水復活を求める動きが大きくなった。そして1997年、平成9年、河川法の改正によって、河川環境の維持が重要な目的に挙げられ、目的の移管に関わらず不特定利水としての河川、維持放流が事実上義務化された。これにより、全国の発電用ダムで維持放流用の放流設備設置が行われたほか、水利権の一部返還が行われた。そして、大井川でも最後まで難航していた田代ダムの水利権問題が2005年、平成1年に解決し、2006年、平成18年により、河川維持放流が開始された。こうして、大井川は、往時の水量回復とまではいかないにしろ流水の復活が図られ、現在10号ダム下流では、釣り人の姿やカヌーを楽しむ人の姿も見られている。塩郷ダムへは、大井川鉄道本線、塩郷駅下車すぐである。車では新東名高速道路、島田金谷インターチェンジ下車後国道473号を川根方面に北上すると到着する。だが、国道473号は島田市川根町抜け里以北が愛路であるため、川根町下山地内で交差する県道63号線に合流して、春園橋を渡り左岸側を北上した方が道路事情が良い。塩郷ダム上は、車の通行が可能であるが、車両総重量2トン以下車両幅員2メートル以下に規制されていて、乗用車1台の通行がやっとであり、注意が必要である。付近に白野脇親水公園がある。また、ダム下流には塩里の釣り橋がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。